酔っ払ってますね。晩酌で結構飲んじゃいました。あ、コミさんからありがとうございます。酒の力を借りて放送、うん、そんなことではないんですけど、別になんか渋くなった。ウィニングポスト、2017、うん、なかなかいいね。結構楽しんでますね。最近ね、あ、違うジャンルのゲームも楽しもうと思って、苦手なゲームもね楽しもうと思ってね、いろいろやってますね。バックフィールドじゃなくて、なんだっけ、バトルフィールド4、最近やり始めましたね。バトルフィールド1やろうかと思ったんだけど、1やる前に4やってどういう感じか、慣れてからバトルフィールド1をやろうかなと思いまして、まあ今後 BO3 とか COD とか、うん、いろいろやっていこうかなとは思ってはいるんですけど、こういうジャンルのもね、まあ苦手なんですけどね、こういう系統のゲームはね、思いっきりキルされてばっかりなんですけど、ああいうゲームはなんかキルされてもどんどんレベルが上がるのが面白いですね。思いっきり殺されまくっても、レベルが上がっていくというのがね、なかなか面白いなと。いろんな武器をね、レベルが上がるごとに、ゲットできるのはいいなと。まあそのうち、上手くなるかなとは思うんですけど、結構楽しんでますね。シャンポンはダメ、別にシャンポンしてるわけではないですけど、サングラスは車の中です。チートすぎる、何チートすぎるって。倒れそう、倒れないですよ。倒れるほどは飲んでませんから大丈夫ですよ。安心してください。話は変わりますけど、PPAT のピコ太郎が、武道館でライブをやったみたいですけど、今夜。どうだったのかね、成功したのかね。よく武道館でライブをやろうという気になりましたよね。PP80 しかないのに。しかも90分ぐらいやるとか言ってましたよね、ライブをね。持つのかね、PP80 で90分って。スーパースター、俺がスーパースターじゃないよ。えなこもドームぐらいはいける。俺がドームで何をやるの。ヒゲ国ね、あ、ヒゲ取るの忘れました。突然放送始めたので。いや、口の周りが汚れてる。ヒゲですね、ヒゲ。通常放送で放送してますけど、
結構画質いいね、うん、悪くはないですね。